まらないところは電車でひとっ飛び。これを輪行と呼びます。今日はピーカンならないでほしい。今日曇りでしょ。いや、午後から晴れる。晴れんだ。でも午後から晴れるってそんなに引っ張らないで帰らないとヤスが来るって言うから。横浜から帰ってる人いるよ。え？うちの職場に。え？もう定年になっちゃって、息子がなんか東京勤務が横浜に勤務変わって一緒に引っ越してっちゃった。それにしたって2時間以上かかるだろ。なんか近くの看護師さんなんだけどさ、近くの病院で働いたらなんか全然ダメで、なんか嫌だとか言って、週3回通ってるよ。あの辺鄙なところに。慣れたとこがいいんだよ。やっぱり仕事内容も知ってるし、人も知ってるし、あの年取ってから新しいとこ行ったって大変だよ。覚えるのも人間関係もお前なんかくだらないことしか覚えないし。若い時ならさ、柔軟性が効くじゃん。新しくもパッパッパッパ何でも物事入るけどさ、年取ってから新しいとこ行くっていうのは大変だよ。あ、若い時から全然入んねえ。掃除一つしねえよ。笑い事じゃねえ。ほら、うちのカレンダーに書いてあるやつだ、これ。ほら、この花。赤いの。富弘さんの絵に書いてある。軍艦が見えてきた。港の横、横浜、横須賀で。わ、潜水艦だよ。ほら、はい、いるいる。ほら、ベルニー記念館あるよ、お父さん。記念館があるってば。だから何なんでしょう。見てかないの。これこれこれ、ハンマーだって。お前の頭引っ張ったけんじゃねえ、これ。ほら、スチームハンマー。少しは良くなるかも。これ何。幕末に横須賀で輸入されたんだって。向こうの方が綺麗なの。さっきの潜水艦ずいぶんデブってたね。だってあんなから入ってもう何ヶ月も生活しなくちゃいけない。外出らんないの。じゃあそれにして、はい、で、アナゴ天ぷら定食。はい。あとわかめポン酢っての。わかめポン酢、はい。なんか空気が熱くなってきた。暑い。なんじゃこの暑さは。急に変わったよ。温度が。焼き豚できそう。丸焼けになりそうだ。帰る頃には出来上がっちゃうよ。誰も食わねえだろうな、きっとな。すげー、最高だぜ。綺麗。
やっぱり海いいな。僕の住む埼玉県には海がない。それだからかやたらに海を見たくなるね。この広々とした景色は見るだけで心が癒されるね。狭いところは窮屈で心の中までしぼんじゃいそうで嫌だね。なんだかこの広い海を見ると些細なことには動じない心になれそうで気持ちがいい。僕が死んだら子供に海へ散骨しろと言ってあるけど、そうしてくれるかね。三浦海岸に到着。そんなもの聞かさせんじゃねえ。俺たちのこと迷惑や。飲んで騒いで誰も聞きたかも。他に戻れば、ね、すごいトンビの群れだよ。なあ、食うことばっかり考えてんだろ、ばあさんなんだろうな。ばあさんもとうとう60歳になって残された人生をどう締めくくれるのか。僕のボランティア活動をどこまで成長させられるのかで決めたいよな。